AKB48 選抜総選挙ピックアップメンバー、今勢いに乗る美少女 NMB48 シロマン見る。速報ではやや苦戦を強いられた NMB48 の中で急上昇のメンバー、それがシロマン見るだ。その速報をしててすごい名前、たくさんの名前が呼ばれていて、最初は強い気持ちで自信持って挑んでたんですけど、全然自分の名前が出てこなくて、やばいこれはどうしようってどんどん縮こまっていっちゃって、でパンって名前呼ばれた瞬間、うわーってなって涙がなんか勝手に溢れてきて、すごいなんかその、今までは全部その県外で、速報も県外だって、すごいなんか感謝の気持ちと嬉しさと全部が入り混じってグイってきて、自分でもびっくりしました。今年は気持ちが違うという。全然違います。去年はなんかそのはいって言われたことに何も考えずにただ取り組んでるだけだったんですけど、最近はすごいどうやったらこう喜んでくれるかなとか、応援してくださる方はじゃあこうやったらもっといいんやとか、じゃあなんか一つ一つのことに考えるようになりました。あとなんか全てのやる気も違うし、もっと前に行きたいって欲も、もう去年と比べたらもう全然違います。すごいその AKB48 の公式ガイドブックさんの表紙に選んでいただいて、すごい期待していただいて、もうとっても嬉しかったんですけど、でもちょっと不安もあって、ね、43位って聞いた時はもうやっぱずっと県外だったから、入ったことですごい嬉しくて感謝いっぱいだったんですけど、でももっとまだまだ足りないかなって思いました。頑張りが。シングル CD のカップリング曲を歌うユニット難波鉄砲隊では突然のセンターに抜擢。鉄砲隊その3でダブルセンターをさせていただいたことがあって、あもう自分には関係ないやと思っててふんって感じだったんですよ。でもセンターシロマって言われて、マジでと思ってすごいニヤニヤが止まらなかったです。はい、でもすごいその鉄砲隊のセンターのおかげで、多分それですごい自分に自信が持てて、こういうダンスしたらもっといいねと思ってくれるんかなとか、もっと研究していこうと思いました。13歳で入った当初はサル、サルルンなどと呼ばれていたシロマ。でも今は違う。清楚なルックス、ひたむきなパフォーマンスがファンの目に留まるようになり、今や王道アイドルとしてその道を歩み始めた。シロマは最後にこう言った。今年はやる気、自信全然違います。頑張るぞ。